皆さん、明けましておめでとうございます。2023年始まりましたね。今年も1年調査研究大学のお仕事頑張りたいと思います。生き物をね、守る仕事ってまあ大変ですけれどもね、最近はね、多くの方が外来生物をね、大切に扱うようになったし、そうですね、野外に侵入した外来生物を取り除く活動も、ね、活発になってきています。ありがとうございます。そうですね、在来生物たちもきっと喜んでると思いますよ。どれだけ多くの命が助かったか、在来生物もそして外来生物も正しく関わり大切にしてください。よろしくお願いします。そうですね、あとは、今年ね、 YouTube できるだけ更新しますので、頑張りますので、加藤チャンネル加藤ちゃん、よろしくお願いします。登録の方もね、お願いします。2023年ですもんね、始まっちゃいましたね。皆さん、お正月はどんな感じですかね。ゆっくり休んでますかね。お正月を気にするのは人間ぐらいですよね。まあ、生き物たちの生活に年越しってあまりね、関わりがない、関係ないかもしれませんね。ただまあ、静岡大学のね、キャンパスにはね、たぬきさんが暮らしてますよね。まあ、たぬきさんたち、もしかしたらね、年越し、年明けで何かね、生活が違うかもしれませんよね。ちょっと気になりますね。年越し、たぬきさん。実は、じゃん、こちらのね、自動撮影カメラですけどね、年越しの間、ね、この自動撮影カメラを設置しております。いやー、本年、1本目、YouTube で、そのたぬきさんの様子、紹介します。いやー、映ってるかな？早速、中見てみましょうか。どうでしたか、ね、静岡大学のたぬきさん、元気いっぱいでしたね。まあ、年末年始はね、大学に学生も、ね、あと職員の方もね、ほとんど来ませんからね、静かで過ごしやすいのかもしれません。元気そうで何よりでした。肉付きもよく、ね、もこもこしてましたからね、寒い冬をね、元気に乗り越えていただければと思います。またたぬきさんのね、様子お伝えします。まあ、今年も私たちのね、この暮らしの中でたぬきさん元気にね、頑張って生活してもらえればなと思います。そうですね、それから YouTube ね、YouTube ですけれども、今年はね、頑張りますけれども、
皆さんがね、例えば知りたいとか見たい生き物、疑問とかにもね答えていければなと思いますね。要望とかね、質問とかありましたらコメント欄にね書き込んでください、まあ私がね大好きな生き物はねもちろん紹介しますしね、日本全国そしてね、世界まで訪れた時にはね、撮影しておきますので、その様子をねお届けできればなと思います。そうですね、皆さんが見たい生き物、ね、知りたい生き物、行きたい場所、ね、コメントでお知らせください。頑張ってぐるっと回ります、まあ、楽しいですからね、はい、その様子、ね、短い時間だけでも、ね、パッと紹介しますからね、お楽しみ。そして私からのお知らせですね、こちらの、日本のすごい生き物図鑑ね、ぜひ、ね、ゆっくり、ね、のんびり読んでみてください。楽しんでください、ね。それでは今年も、加藤チャンネル、加藤ちゃんよろしくお願いいたします。それではまた見てね。